今日なんですけども、今日ね、ちょっとね、声小さくしてますよ。なんでかって言ったら、今日はリクシルの、神戸の、ブロック会、ちょっとこの、リクシル神戸営業所 LRN ブロック会に来てます。で、目的は2つあってやることがあって、1個はまずね、SNS の、勉強を講師が来てくれて、やってくれるというのが1個です。でもう1個は、表彰式がありまして、その表彰式何かって言ったら、ね、商品をいろいろ売るんですけど、その売ったその伸び率を表彰しましょうって話で、その表彰式にちょっと呼ばれてまして、その2件ちょっと来てます。で、場所はね、ちょうどね、神戸駅、ポートタワーとかがあるとこなんですね。まあ、とりあえずちょっとね、表彰式の模様とか、ちょっと勉強をしてこようと思いますので、お願いします。その上位各社様を表彰させていただきます。順番に呼び出しますので、前の方にお越しください。M グループ第2位、コマーショー株式会社の伸び率 325.6%、 おめでとうございます。リクシル秋のリフォームコンテスト2019神戸アーチブロック賞 LWT 商材部門 M グループ第2位、コマーショー株式会社の平藤君です。おめでとうございます。リクシル秋のリフォームコンテスト2019神戸アワジブロック賞 LST 商材部門 M グループ第1コマーショー株式会社の平藤君です。どうもありがとうございます。はい、まあ、ということで、ちょっと表彰式ね、行かせていただいて、まあ、実はね、3月3日に本番って言ったらおかしいけど、もうちょっとこう大きい表彰式があるんですけれども、まあ、それはね、ちょっと僕が行くんじゃなくて、うちのね、やってみたでよく出てくれてる妹大輝がね、ちょっと行くんですけれども、まあ、そっちの方が本番っていう感じになるかなっていうことです。まあ、ね、別にその表彰式で、まあ、なんか自分らがどうやとかこうやとかじゃなくて、お客様のおかげで、まあ、そうやって、表彰していただいたということ、ここをね、この場をお借りしてですね、お客様に感謝したいと思います。ありがとうございます。ちなみに今ね、そのセミナーの帰りで神戸駅から、宝塚に向けてずっとね、国道2号線っていうところを通っていってるんですけど、これちょうどね、神戸の繁華街ですね、三宮って書いてますけれども、三宮ど真ん中ですね。はい、ここを今通過して、下道でゆっくりちょっと時間もあるので、下道で帰っていっていきたいなと思います。まあ、そんな感じで、ちょっと風には気をつけてください。ありがとうございました。